続いて通告3番、8番、小林由紀子さんの一般質問を行います。3番、小林由紀子さん。8番、ごめんなさい、8番です。これより大きく3点にわたり質問をさせていただきます。まず1点目ですが、地方創生臨時交付金についてお伺いいたします。新型コロナのパンデミック、そしてロシアの軍事侵攻によるウクライナ危機、戦争ほど残酷で悲惨なものはありません。一日も早い停戦を望みます。この世界的危機の長期化により、原油や穀物などの価格が高騰し、ガソリンや食料品などの値上がりが相次いでおります。こうした物価高騰は家計を圧迫をしておりますし、中小企業や農業業に従事する方々など幅広く影響が及んでおります。私たち公明党議員はいち早く国民生活総点検運動を全国で実施をし、約2000件の意見要望を集約し、2度の緊急提言を政府に申し入れました。そこで政府は総合緊急対策として公明党の提言を随所に反映したコロナ禍における原油価格物価高騰対応分として、新たな地方創生臨時交付金が拡充をされました。そこで1番目の質問としまして、学校給食についても食材や光熱費の高騰により、このままでは給食費に影響が出る可能性があると懸念されます。そこで政府の総合緊急対策で新たに拡充されたコロナ禍における原油価格物価高騰対応分を、学校給食費等の保護者の負担軽減に活用する考えについてお伺いしたいと思います。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。学校給食費の負担軽減については、現在第2子半額、第3子以降の全額免除する事業を行っております。コロナ禍における原油価格物価高騰の折ではありますが、栄養士が児童生徒に必要とされている栄養素の確保を第一に考え、食材価格が高い場合は代替品等を工夫しながら献立を作成し、費用面で保護者の負担増とならないよう自助努力によりやりくりをしております。こうした中、さらに食材が高騰した場合、物価高騰対応分に対して地方創生臨時交付金が他の施策との調整により財源が確保できれば、給食材料費増額分として活用することとし、保護者負担が現状より増額とならないよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。小林由紀子さん、はい、再質問ですが、食材をやりくりをして行ってくださっている栄養士さんが、ね、やりくりをしてくださって大変なご苦労してくださっていると思います。で、今年内の食品価格の値上げは本当に歯止めがかからない状態でありまして、帝国データバンクの調査によりますと、
年内の値上げ品目が1万品目を超えるというような調査が出ております。その中、この食材の調達は大変にご苦労をされていることと思います。それでは食材調達の現状はどのように工夫をされているのか、その点をちょっとお聞きしたいと思いますけれども。教育総務課長、中込浩二君。ただいまの質問につきましてお答えいたします。先ほどの答弁にもございましたが、食材費の高騰が続いている場合、やはり献立作りに影響が出てくることは避けられません。学校給食では児童生徒に必要とされる栄養素の確保を第一に考えて献立を作っております。予定した食材の価格高騰が続いているとき、必要に応じて代替品となる食材を使うことで工夫しながら献立を作成しております。またこの献立につきましては、食材の納入について予算内で賄えるように自動努力によりやりくりをしております。以上になります。小林由紀子さん。自助努力をしてやりくりをしてくださっているということですけれども、地産地消で本当に地元の食材もしっかりと確保していただきながら今までもやっていただいておりますけれども、さらにそういうところも努力をしていただきたいと思っております。で、再質問ですけれども、食材費とこの予算のバランス等を含めた今後の給食費の見通しについては、教育委員会とはどのようにお考えでしょうか。教育総務課長、中込浩二君。ただいまの質問にお答えいたします。食材をより安価なものに変える場合、まず代替食材の栄養バランスを十分に検討してから行っております。しかし安価であってもアレルギー食の対応など必要とする食材の変更は行ってはございません。今後さらなる食材費の値上げが予想されるところですが、こうしたやりくりの中でも対応が困難な見通しとなってくる場合につきましては、賄い食材費の増額を検討していかなければならないと考えております。以上です。議長。小林由紀子さん。再質問ですが、原油価格、物価高騰の影響が続く中で、給食を楽しみにしている子どもたちに、質や量を落とすことのないよう、しっかりと予算を確保して、安心して食材を仕入れていただきたい、食材費価格の高騰分に対しましては、きちんとこの交付金を活用すべきと考えます。先ほど財源の確保ができればということでお話もありましたけれども、しっかりと確保していただけるよう、まずは子どもたちの教育環境への支援が優先ではないでしょうか。教育委員会としては本当に今後そういう見通しそして大変な状況になるという見通しを持っていらっしゃるわけですから、しっかりとこの今回の交付金を後から財源が確保できればというのではなくて、しっかりと計画に入れていただきたいと思います。すでに県内では山梨市が給食費の半額助成、韮崎市が食材費の増額分の補填をこの6月定例市議会に補正予算で提出をしております。その他、笛吹市や大月市、上野原市も支援策を実施する方向だと伺っております。子どもたちの支援を真っ先に対応するべきではないでしょうか。どうして後回しなのか、本当に財源が確保できればという状況ではないと思いますので、先に対応すべきと思いますが、その点についてもう一度お願いしたいと思います。
教育総務課長、中込浩二君。ただいまの質問にお答えいたします。最初の答弁にもございましたが、他の施策の調整により、財源が確保できるという形であれば、この地方創生臨時交付金の財源が確保できたということであれば、給食食材費の先ほどの増額分等について、対応することも考えることができると思います。以上であります。以上。小林由紀子さん。物価高騰による給食費値上げを抑えるため、地方創生臨時交付金を活用できるとする内閣府から文書が発出されております。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。それでは2番目の質問としまして、コロナ禍で収入減となった世帯や生活困窮者世帯にとって、物価高騰がさらに追い打ちをかけて大変に厳しい経済状況が続いております。先日町長に地方創生臨時交付金の活用に関する要望書を提出させていただきました。6月議会で予算の議決、交付決定を行えば、国の交付決定前でも事業を進めることが可能なため、全国の公明党議員で緊急要望を行っております。生活困窮者等生活者の負担軽減に資する支援が必要と考えますが、見解をお伺いいたします。以上、副省検察。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。生活困窮者等生活者の負担軽減や、地域における消費喚起として、本年度の地方創生臨時交付金を活用し、今定例会において、町民1人1万円分の商品券と、児童扶養手当、特別児童扶養手当、就学援助費等、受給世帯にはさらに1万円分の商品券1冊を配布する藤川スマイル商品券事業の補正予算を上程しているところであります。また、今後追加交付される予定であります地方創生臨時交付金につきましては、広く町民の生活費の支援につながるような施策を実施してまいりたいと考えております。以上です。以上、小林由紀子さん。再質問ですが、確かに今議会に提出されました議案に、藤川スマイル商品券事業、全町民1人1万円の商品券配布の事業がございます。これまで商品券は全町民への配布にしてほしいとの要望も多くいただいておりましたので、待望の事業実施でありますが、これは新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するための昨年の交付金を活用しての事業です。今回の総合緊急対策としての新たな対応分はこれから計画を出すわけですから、住民税非課税世帯に対する臨時特別交付金や子育て世帯生活支援特別給付金の対象拡大や給付額の上乗せ、さらに公共料金の負担軽減など、今回の交付金を活用して町独自の実施するものがそれぞれの町で考えてできるということでいろいろ上がってきておりますので、町独自にいろいろ検討し実施するべきと考えますが、その点いかがでしょうか。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。先ほども答弁をさせていただきましたが、現交付金、また今後交付される予定であります地方創生臨時交付金につきましては、広く町民の生活費の支援につながるような事業を実施してまいりたいと考えております。以上です。以上、小林由紀子さん。再質問ですけれども、また低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金、児童1人当たり一律5万円についても、今回の予算に盛り込まれましたが、国の支援にプラスをして、独自に対象拡大を
給付額を上乗せを決めた自治体もございます。本庁でも拡充をその点考えられないでしょうか。お伺いしたいと思います。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。先ほども答弁をさせてもらったんですが、今後追加交付される予定で あります交付金につきましては、広くですね、町民の生活費の支援につながるような施策を考えまして、実施してまいりたいと考えております。以上でございます。小林由紀子さん。再質問ですが、町長は就任以来、先ほども鮫田議員 の中には質問にもございましたけれども、子育て支援の充実したトップクラスの藤川長ということで訴えられております。子どもと家庭を社会全体で支える取り組みが急務であると考えます。子どもたちの幸せと子育ての安心が確保される町こそ、すべてに優しい町づくりができるのではないかと考えます。子育て支援を中心軸に位置づけ、町全体で支援をするチャイルドファーストの構築に取り組んでいくことが大事ではないかと、省庁の思いと同じ思いでございます。ぜひとも町独自の支援策について、今後しっかりと検討していただきたいと思いますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。町長、望月俊樹君。小林議員のご質問にお答えいたします。まさに子どもは地域の宝でございます。子どもたちのその育ちの場、それをですね、県内トップレベルに押し上げていきたい、そういう思い、これはですね、小林議員と同じ思いだというふうに思っております。今回のですね、さまざまな交付金ですね、できる限りですね、町民に広く限定されずに広くですね、行き渡るような、こういったことを考えているところでございます。ですから、先ほどの答弁ちょっと戻りますけど、給食費の方、これ上げないように努力をしながらですね、給食費だけに特化するんではなくて、さらにその家計、その全体的なことにですね、広く国の原資を使いながら、また町の財源もですね、よくその勘案をしながらですね、それはできることならですね、上乗せしてたくさん困っている方々に渡したいという部分、この気持ちは変わりません。しかしながら、さまざまな政策の中で、町の今の現状の財源を勘案しながらですね、町民のための方針をですね、今後打ち出していきたいというふうに思っております。以上でございます。小林由紀子さん。町長の決意をお伺いし、安心をいたしました。しっかりとまた町民、広く町民のためにの方針を打ち出していただくことをご期待いたしております。それでは3番目の質問ですが、原油価格や物価高騰による影響を受ける事業者の負担軽減に資する支援事業についてお伺いいたします。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。地方創生臨時交付金を活用しまして、これまで事業収入が減少した事業者に対し、助成する藤川町事業継続支援金事業や、昨年度に実施した藤川町プレミアム商品券事業に登録している事業者に対し、業種ごとに応援金を給付する事業者支援応援金事業を実施してまいりました。本年度の地方創生臨時交付金につきましては、生活困窮者等生活者の負担軽減や地域における消費喚起として、藤川スマイル商品券事業を実施し、町内の事業所および店舗で使用できる商品券の発行による地域経済対策を行う事業に全額を充当することとしております。以上でございます。議長。小林由紀子さん。
はい、再質問ですけれども、先ほどの、すくすく応援、これからの1万円給付の応援金ですけれども、こちらを、事業者に、しっかりと活用し、応援していくということで実施をしていくわけですけれども、この事業者に関しては私もこれ本当にいい、実施のことだと思います。でその他に私特に懸念をしておりますのが、農業に従事する方々、この方々が今現在肥料価格が本当に高騰をしているということが大きな問題となっております。6月から10月にかけて肥料の販売価格について JA 全農が前期に比べ最大 94% 値上げすると発表しました。今回決定した総合緊急対策には肥料原料の調達支援や肥料コストの低減対策なども支援できるものとなっております。生産者への直接的な支援、この町独自で、こういう農業に従事する方々に対しても実施するべきではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。今回の地方創生臨時交付金の使い道につきましては、先ほども答弁したとおり、地域経済対策を行う事業に全額を充当することといたしておりますので、今回はこのような事業に使用していきたいと考えております。以上でございます。議長、小林由紀子さん。ぜひ幅広い部分で影響の受けている方たちに、支援が行き届くような体制を取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。町民の皆様に寄り添った支援となるよう、地方創生臨時交付金の活用を検討していただきますよう、よろしくお願いいたします。それでは大きな2点目としまして、所有者不明土地の利用についてお伺いいたします。1番目として、所有者不明土地の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律が4月27日に成立をいたしました。地方から都市部への人口移動や少子高齢化などに伴い、土地の利用管理不全の所有者不明土地の増加が全国的に喫緊の課題となっております。本庁における所有者不明土地に対する課題についてお伺いいたします。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。人口減少や少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の所有意識の希薄化が進行しております。こうした中、不動産等規模により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明してもその存在が不明で連絡がつかない、こうした所有者不明土地が地方を中心に大きな社会問題となっております。現在本庁には約9万2千筆の土地が存在しますが、所有者不明土地の実態については一部しか把握できていないのが現状であります。所有者不明土地は適正な土地の管理が行われず放置されることが多く、隣接する土地への悪影響、公共事業や民間土地取引の阻害、また所有者の探索に多大な時間と費用が必要となることなどが課題であると考えております。質問の途中ですが、ここで暫時休憩を行います。
休憩を解いて再開します。議長。小林由紀子さん。それでは、1番目としまして、所有者不明土地の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律が4月27日に成立いたしました。地方から都市部への人口移動や少子高齢化などに伴い、土地の利用、再質問になります。再質問ですが、課題に関しましては、課長のおっしゃったとおりだと思っております。登記簿などを参照しても、所有者がすぐに判明しない、判明しても所有者に連絡がつかないなど、これからさらに本庁でも所有者不明土地が増えることが予想されます。そして、適正な管理がされず、雑草や、害虫の発生、放置すれば周辺の環境や景観の悪化を引き起こすなど、防犯や防災上も危険を伴います。町で、分かる範囲で先ほど一部しか把握はしていないということでおっしゃりましたけれども、町で分かる範囲で、この固定資産税の通知が返ってきてしまうとか、おおよそ町でどのぐらいというぐらいの予想はついているのでしょうか。考えられる範囲でお答えしていただければと思います。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えいたします。現在ですね、先ほど私が答弁しました町では一部しか把握できていないという状況ですけれども、固定資産税の納税通知書を発送しても、本人にたどり着かないということで、遅れないというのが主になりますが、それが約300筆ほどございます。そのほかですね、国の推計では、所有者不明土地については、国土全体の約 2割あるということを推計しております。富士課長では約9万2000筆の土地があるわけですけれども、そのうちの2割といいますと、約1万8000筆になります。全体では全てを調査するとそのぐらいになるのではないかと考えております。以上です。議長。小林由紀子さん。そこで、2番目の質問ですが、近年の激甚化頻発化する自然災害に対応するため、所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する地域福利増進事業について、見解をお伺いしたいと思います。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。地域福利推進事業は公園、社会福祉施設、防災備蓄倉庫といった地域住民の福祉または利便の増進を図る用途に使用するため、所有者不明土地の使用を知事に申請し、裁定を得て20年間使用することができる事業であります。所有者不明土地は所有者の自発的な管理が期待できず、雑草の繁茂や不法投棄など地域住民へ悪影響を与えることが懸念されます。こうしたことから、地域福利増進事業の推進は土地の適正管理及び低未利用土地の利用促進に効果的であると考えております。議長。小林由紀子さん。特別措置法の現行の対象事業が、公園や、広場や駐車場、公民館、購買施設、仮設道路等でありましたが、今回の一部改正により備蓄倉庫や、蓄電池設備等の災害対策に関する施設や太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備などの整備に関する事業が追加となりました。本庁においても
そのような町民の生活を増進するために地域福利増進事業の対象事業として活用を考えていくことは今後のまちづくりとしても必要ではないでしょうか。本当にそういう部分では今回の一部改正はとても重要な改正だと思っております。そこで3番目の質問になりますが、今回老朽化の進んだ空き家がある所有者不明土地も対象となりましたが、このことについて町の見解をお伺いしたいと思います。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。4月に成立した所有者不明土地の利用を促進する特別土地法の一部改正に伴い、面積や構造の要件に関係なく利用されていないことが確実である建物が建つ所有者不明土地も適用対象となったところであります。適切な管理が行われていない空き家は建物崩壊の危険性の増大、衛生面や治安の悪化など地域住民へ悪影響を与えるものと考えております。こうしたことから先ほど答弁しました通り、地域福利増進事業の推進を図ることにより土地の適正管理及び低未利用土地の利用促進に有効的であると考えております。議長、小林由紀子さん、再質問ですが、これまで、更地の所有者不明土地か、保証金の算定が容易な物置などの簡易な建物がある所有者不明土地に限定されていましたけれども、今回の改正で休廃した空き家や工場の建屋などの建築物がある所有者不明土地も追加されたわけであります。損傷や腐敗等により利用が困難であり引き続き利用されないことが見込まれる建築物がある土地も地域福利増進事業の対象となるということで、今課長からもお話がありましたけれども、町として所有者不明土地を増やさないために有効的ということをおっしゃっておりましたけれども、有効的であるわけですから積極的に長期計画として活用すべきではないでしょうか。計画的に進める考えについてはどのようにお考えでしょうか。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えいたします。先ほど最初の答弁の繰り返しになりますけれども、まず所有者不明土地が町内のどこにあるかということをですね、まず把握をして、現在、近隣住民の方に悪影響を及ぼしている土地や建物が、それが果たして所有者不明土地であるかどうかという、まずはそこから追ってですね、順に進めていかなければならないものと考えております。以上です。議長、小林由紀子さん。再質問ですけれども、この地域住民等の福祉や利便の増進のためにこの事業を利用できるということでありますので、この所有者不明土地の使用について、これは町の担当課、町だけではなくて民間事業や NPO や自治会なども行うことができるということで聞いております。このことに関して今後そういう事務手続きなどぜひこの土地を有効地域福利増進事業として活用したいというような民間企業や NPO、また自治会などでそういう要望があった場合、町が相談窓口になっていただけるのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えいたします。この所有者不明土地の一部改正につきましては、4月に成立して5月に交付をされ、6月、交付もですね、6ヶ月以内に施行するということになっております。中を見ていきますと、令和8年度までには実施をするというような項目もありますが、町でもですね、現在まだすべての情報を
仕入れているわけではありませんけれども、皆さんからお問い合わせがあった場合には、まあ、政策秘書課が窓口になりまして、知り得る範囲の情報をお伝えをしたいと考えております。以上です。小林一子さん。再質問ですけれども、この地域福利増進事業により、地域に役立つ土地として利用されるためには、まあ、町民への意識改革が必要だと思います。富士川町の空き家の除去補助制度は、町が指定する危険空き家が対象です。実際には、今すぐにでも処分したい、土地や空き家を所有していても、どうしていいか困っている、その周辺の住民にとって、何年も何十年も雑草の生い茂る荒れた土地や老朽化した空き家を前にして、日々我慢を強いられているような状況で、実際にこういうような空き家、空き地に対しての苦情もいただいております。そこで、今回の法律の改正を活用し、町内の空き家、空き地対策を前進させ、土地の利用ニーズを高めていくことが大事ではないでしょうか。このまま放置して、所有者不明土地にならないよう、今後、この法律に関しても、周知を、町民に対して周知をしていくことが大事だと思いますが、周知方法については、どのように考えられますでしょうか。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えいたします。周知方法等ですけれども、国でですね、今回、来年の4月に施行する予定ですけれども、相続土地国庫帰属制度というのが出ます。これは相続によって土地を取得したものの、用途がないとか処分したい、こういう方のために、国に土地を引き取ってもらうという制度が来年の4月から出ます。これは法務大臣の審査の承認を得て、10年分の土地の管理料相当を本人がお支払いをして、管理料を払って引き取ってもらうという制度になりますが、どうしてもですね、処分をしたいとか、持っていても困るというようなのは、こういう制度が今後出ますので、そのほかですね、さまざまな制度が今回の改正によって導入をされますので、町のホームページとか、広報を通じて、所有者不明土地のですね、に新たな所有者不明土地を作らないという対策についてもですね、周知をしていきたいと考えております。以上です。議長。小林一子さん。はい、広報やホームページ、などでもしっかり、周知をしていただきたいですし、また通知に、固定資産税などの通知にも入れていただくということで、お願いしたいと思います。またぜひセミナーとか、講習会、小さな単位でいいですから開催していただければと思います。やはり文章を見るだけではなくて、やはり詳しく聞きたいということが、こうやり取り、質問ということができる講習会などがいいと思いますので、ぜひその点に関してもよろしくお願いしたいと思います。それでは、4番目の質問としまして、対策計画の作成や、対策協議会の設置などの体制についてお伺いしたいと思います。政策秘書課長、早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。所有者不明土地対策の推進体制を強化するため、対策計画の作成や対策協議会の設置は、所有者不明土地の利用の円滑化を図る上で必要であると考えております。こうした中、小規模な自治体におきましては、マンパワー不足やノウハウを持った用地専任の職員を置くことが困難であることや、対策計画の作成には、所有者不明土地の実態把握が必要であり、4年から5年程度かかると見込まれております。こうしたことから、町全体の事務事業の優先度を見定め、対策計画の作成や対策協議会の設置につきましては、今後判断をしてまいりたいと考えております。小林一子さん。はい、再質問ですけれども、というか本当に動き出さなければ、いつまでたっても前には進まないと思います。
まあ、実態把握ということが先ほども課長の方からも本当にそれはもちろんそういうわけですが、国ではこの新たな仕組みを活用しまして所有者不明土地対策に取り組む地方公共団体となどのために補助制度を創設をし取り組みの着実な推進を支援をしております。所有者不明土地対策計画に基づく取り組みに関する経費、そして土地に関する実態把握調査、そして土地の所有者の探索ですね、そして土地の利活用のための手法などこの検討、このそしてまた、草木の伐採、放置されている物件の除去などこのことに対して地方公共団体が実施したいの場合は国が1/2、地方公共団体が1/2、これを特別交付税措置措置率1/2ということで、なっております。ぜひこういうことも考えまして、検討していただきたいと思います。そこで5番目の質問になりますが、地域住民の声を生かすため有効利用を進める推進法人の指定についてお伺いいたします。政策秘書課長早川隆一君。ただいまのご質問にお答えします。所有者不明土地利用円滑化等推進法人の設立については宅建業者や司法書士または学識経験者を構成員として所有者不明土地や低未利用土地の活用利用に取り組む非営利活動法人や一般社団法人などを指定することができるとなっております。こうしたことから所有者不明土地が公共事業や民間土地取引に対して土地利用の阻害になるような事案が多く発生する場合には推進法人の指定も検討していかなければならないものと考えております。以上です。小林彦さん。はい、まあ、所有者不明土地対策は、まあ、簡単にできることではないことは、まあ、承知をしております。先ほども言われたように職員のマンパワーも不足するわけですけれども、そこでこの地域のこの専門家、宅地建物取引業者、弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの構成員をとして所有者不明土地などの利活用に取り組む NPO や一般社団法人を市町村長が推進法人として指名することができることになったわけですから、大いにこの制度を活用して新たな地域づくりの担い手として大いに力を発揮していただければと期待するものです。推進法人から対策計画の提案や情報提供相談などを担っていただければ、職員だけのマンパワーではできないことが加速させることができるのではないでしょうか。すでに山形県では NPO が推進法人として効果を発揮しております。共愛道路を拡幅して宅地にしたり、空き地に地域住民と共同して芝生を張り広場を整備して憩いの場に変えたりしております。今回の法律の改正を活用して町内の土地の利用ニーズを高めていくことが大事ではないでしょうか。ぜひとも検討していただきたいと思っております。それでは最後に大きな3点目としまして、男性介護者の孤立防止対策についてお伺いいたします。本年3月に山梨県における男性介護者の現状と支援の課題と題して介護支援専門員及び男性介護者調査報告書が発行されました。県から委託をされた山梨野郎の会、男性介護者の会がアンケート調査を実施し作成したものです。これは公明党の佐野県議の質問を受けて昨年9月県の補正予算で新規事業男性介護者応援プロジェクト事業費が計上され、全国初の男性介護者に特化した政策実現へと至ったものです。1番目の質問としまして、本庁における男性介護者の課題についてお伺いいたします。福祉保健課長望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。本庁では男性介護者の人数については把握をしておりませんが、昨年度
包括支援センターが受けた男性からの相談件数は253件となっております。相談内容としては介護協力者がいないことや仕事との両立、在宅介護に対する方法についてなどで、その都度介護負担の軽減などが図れるよう介護支援専門員、通称ケアマネージャーとお互いに情報交換をしながらサービス調整による支援を行っております。一方、男性介護者はプライドがあり、介護の困難な状況を表に出せず、地域との関わりが希薄で相談ができないなど孤立してしまう傾向があります。そのため包括支援センターや事業所とのつながりがなく、潜在的に把握しきれていない方たちに対して介護支援が行き届いていないことが重要な課題であると考えております。以上でございます。理事長、小林由紀子さん。本庁の男性介護者の人数は把握されていないということでありましたけれども、県の調査報告書、この県で調査しました報告書によりますと、介護支援専門員の担当する人のうち1人当たり平均 5.5 人の男性介護者を担当しているということとであり、山梨県では介護保険利用者総数に占める男性介護者比は 18.2% ということでした。また男性介護者の中で介護のために孤立をしていると思われる人は現在担当しているという人が 38.5% いる。以前、本当にやはりこういう担当した担当医ケアマネさんですね、こういう方たちがやはり実際に男性介護者の方たちと触れてやはり孤立をされているのではないかという感じている方が 65.1% いるという結果が出ております。約3分の2が孤立しているのではないかと考えられるということであります。大変多くの方が孤立している現状ではないかと思っております。本庁においてもそれは例外ではないと思います。この2番目の質問になりますが、サポート体制、これが重要だと思いますが、サポート体制についてはどのようにお考えでしょうか。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。包括支援センターやケアマネージャーは介護者と密接に関わる大切な役目を担っており、お互いに情報共有しながら相談支援を365日24時間体制で行っております。また介護をしている家族の意見交換や本人の息抜きの場として、認知症カフェ、ゆずカフェ、ホットゆずカフェ、男たちのゆずカフェ夜会を実施しております。ここでは介護に携わっている人たちや専門職員などが参加して、お茶やお酒を飲みながら楽しい雰囲気の中で日頃の介護について気軽に相談ができる場となっており、参加者から好評を得ております。特に男性介護者を対象とした男たちのゆずカフェ夜会は、町内の医師も参加し、お酒を飲み交わしながら日頃の不安や悩みを相談できる場として、心身ともにリフレッシュでき、良い効果が得られているため、今後も継続し開催していきたいと考えております。以上でございます。議長、小林一子さん。はい、再質問ですけれども、この認知症ゆずカフェ、ホットゆずカフェ、男たちのゆずカフェ夜会、コロナ禍で、ここ2年以上ありますけれども、コロナ禍で開催できていたのでしょうか。状況を教えていただきたいと思います。以上、副議長、県課長。福祉保健課長、望月悟君。令和4年度につきましては、コロナ禍によりまして、今のところ
実施をしていない状況でございますが、認知症カフェ、ゆずカフェにつきましては、令和3年度の開催回数10回を行いまして、延べ247人の参加者があったところでございます。ホットゆずカフェにつきましては、令和3年度は1回開催をしまして、参加者は4名でございました。また男たちのゆずカフェ夜会ですが、年間3回実施しております。今後も先ほど答弁させていただきましたが、昨年度は実施をしていないわけでございますが、今年度は、年間3回、5月、9月、1月の開催を予定をしております。以上でございます。小林由紀子さん。コロナ禍でなかなか開催できなかったと思いますので、本当に、ぜひ積極的に、皆さんが参加できるような会を推進していただきたいと思います。男性介護者が住み慣れた地域で共に支え合い安心して暮らし続けられるよう、介護者の会や集いの会の開催は本当に大事ですので、ぜひ声をかけ続けて、いただきたいと思います。3番目の質問としまして、介護マークの活用と周知についてお伺いしたいと思います。男性介護者が、女性用下着を購入するときや、一緒にトイレに付き添うときなど、周囲に誤解や偏見を持たれて困るなど、特に男性介護者ならではの悩みに応えるため、介護していることを周囲にさりげなく知ってもらう方法として、介護マークの導入をするべきと考えますが、介護マークの活用についてどのようにお考えでしょうか。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。介護マークとは、認知症や障害のある方などを介護する方が外出時に周囲から思わぬ誤解や偏見を受けることがないよう、自分が介護中であることを知らせるための手段として、平成23年4月から静岡県が取り組みを始めたものであります。また同年12月には、厚生労働省から県や市町村に情報提供や周知の依頼がありましたが、山梨県内ではあまり普及していないことが現状であります。町では過去に関係者との会議において介護マークの説明や紹介を行いましたが、普及するまでには至っていない状況であります。こうしたことから、今後ゆずカフェなどにおいて直接介護者のご意見を伺いながら、各方面を通じて情報収集を行い、その効果を検証する中で、活用や周知の取り組みについて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小林由紀子さん。介護マークは、今課長がおっしゃっていただいたように、介護する方が介護中であることを周囲に理解していただくため、静岡県で、考案されたものです。で、厚生労働省としても各自治体に対して介護マークの普及を図っております。本当にこれは静岡県主催の認知症介護家族者の意見交換会で、介護家族から認知症の人の介護は外見では介護していることが分かりにくいため、本当にこう介護中であることを表示するマークをぜひ作成してほしいという要望があり、在宅介護者を支援する取り組みとして全国初の介護マークを作成し配布する取り組みを行われたわけです。本当にその現場の声、本当に、切実な思いだと思います。再質問でありますが、前に私が一般質問で訴えて導入していただいたヘルプマーク、ヘルプカードも同じだと思います。このカードによって一人の人でもその人に寄り添う支援ができれば導入した甲斐があるわけです。介護マークは、本当になかなか今おっしゃったように普及を県内でもなかなかしていないということでおっしゃいましたけれども、昨年までに全国では県全体で取り組んでいるのが10件、
そして525市町村で配布、38市町で取り組みが予定となっております。県内では山梨市、南アルプス市、甲斐市が配布をしております。都留市、中央市も取り組みが予定をされております。ぜひとも本当にこれは現場の声から上がった介護マークでありますし、大勢がという概念ではなくて、本当にその中で一人でもそのことによって、そのマークをつけることによって心が本当に救われる、そういう思いになっていただければという思いで、寄り添った支援として導入をしていただきたいと思いますけれども、ぜひその点に関しては積極的に導入の方向でお願いしたいと思います。その点に対していかがでしょうか。福祉保健課長、望月悟君。ただいまのご質問についてお答えをいたします。今後ですね、直接介護者のご意見等を伺いながらですね、情報収集を行いまして、その効果を検証する中で、周知の取り組みにつきまして、実施してまいりたいと考えております。以上でございます。小林由紀子さん。ぜひ、一人に寄り添う支援が大事だと思いますので、男性介護者の心に寄り添う支援をぜひとも実施していただきたいと思います。最後に、介護マークを導入は周知徹底の方法について、ポスター提示やチラシ配布に協力していただけるスーパーやコンビニ、金融機関等の事業所を介護マーク普及協力事業所に指定すれば、多くの方に周知がしやすいのではないでしょうか。多くの男性介護者の方が孤立しないよう、ケアマネージャー、民生委員等と連携をし、周知利用促進を図ることが大事だと思います。ぜひとも介護男性者の孤立防止を図り、社会全体で温かく支えていただけるよう取り組みをお願いしたいと思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。以上で私の一般質問を終わります。ここで暫時休憩します。なお再開は午後1時。